パリ万国博覧会のエスプリヌーボー館で展示されたボアザン計画輝く都市はモダニズムの建築家ルコルビュジエが提唱した理想都市の構想である。ルコルビュジエは人口過密で環境の悪化する近代都市を批判し300万人の現代都市、パリのボアザン計画、輝く都市などの計画案を発表した。1933年にジャムで採択された。 アテネ検証は、輝く都市の理念に沿ったものであった。高層ビルを建設して、空地を確保し、街路を整備して、自動車道と歩道を分離し、それに基づき都市問題の解決を図ろうと、提唱している。ルコルビュージエの思想は、当時のフランスにおいて、異端的なものであり、ほとんど受け入れられなかったが、マルセイユをはじめとする各地に建設されたユニテ、ダビダシオーンは、輝く。 都市論の実践の一つであった。また、ブラジリアなど、各国の都市計画の理念に、大きな影響を与えた。ルコルビュジエの都市計画に関する著書マニエールで、ボーンセール・ウルボニー・チェマは、坂倉純造役で、輝く都市のタイトルで刊行され、その後、SD 選手を33として再刊された。なお、SD 選手では、ルコルビュジエの著作を十数冊刊行している。 他にも日本語訳が交換されていない著作で、ラビル・ラジエウセ、ガール。森ミは砲訳の、輝く都市に衝撃を受け、アークヒルズや六本木ヒルズなど、森ビルが手掛けた、都市開発のコンセプトの原点になったと語っている。ありがとうございます。